こんにちは、トルーパーズの山中です。今日はロスコ社のモレー3デイアサルトパック、こちらを簡単に紹介いたします。まずカラーがこちらのコヨーテと、フォリエージ、あとブラック、その3色あります。で、公式解説によりますと、3日分の作戦に必要な用品を収納できる容量と言われている3デイ型バックパック、外部に装備拡張用のモレーパルステープ付き、メインコンパートメントはハイドレーション対応仕様と。なるほど。ではミリタリー系の、なんだろう、王道ですよね。この王道というか、なんか、クラシックというか、なんか、普通に、なんかね、ザ・ミリタリーバックパックっていう形なんじゃないですかね。こちら、まずドラッグハンドこんなのついてますね、ちゃんと。だから、なんつうの、あれですよ、負傷した兵隊さんを、これを使って運んでいくわけですね。まあ、そして表面にはこのように装備拡張用のモレーテープがいっぱいついていると。まあ、例によって横もいっぱい付け放題ですよと。さらに下には、よいしょ、これテープですけどね、まあ、こういった何だろう、毛布とか吊り下げる用のベルトループもついてますけど、下にも、まあ、一応モレーがついていると。だから下につけるポーチとかがあるんじゃないですかね。どこまで膨らんでいくんだ。そして正面はこんな感じです。こちら D リングがついてますね。4つついてる。そしてこちらチェストベルト、胸部分をしっかり、ストラップ同士を固定させます。そしてこれがウエストベルトですね。こちらも特に着脱できることなく固定です。しっかりとベルトで固定して使いましょうという。こちら背面、よいしょ、こんな感じで、多分ネームプレートでしょうね。ベルクロテープがついております。で、まあ、あとは普通にナイロンで、よいしょ。で、サイズがですね、約 50×30×15cm、 高さが 50cm であると。で、材質は600デニールポリエステルを使っています。結構軽いですね。さっきちょっと測りで測ったところ、約 850g、 1キロありませんでしたね。で、パッドには一応、まあ、中にこのショルダーストラップ全体にこうパッドが入っております。では開けてみましょう。まず最初、セカンドコンパートメント、表面についてる大型のポーチですね。ジッパーが2つついてます。よいしょ、めくって、はい、何もありません。表面がこのようなPVC 製でしょうか。こういった材質になっています。雨風の侵入を防ぐんじゃないですかね。はい、ジッパーを閉めましょう。では次に、いよいよメインコンパートメントを開けましょう。ジッパーはどこだ。初めて開けますからね。じゃん。まずこちら、表面、表面はこのように PVC の材質で、特になんか仕切りがあるわけではありません。で、そこもあって。横も PVC になってますね。そして、
してここがおそらくあのハイドレーションといったミリタリー系のなんかチューブ状の水筒ですね、うん、それを刺すんじゃないですかね、うん、そしてこちらでこちらからここにちょっとよく見ると穴が開いてるんですけどここの裂け目ここからこのようにここもちょっとあのしっかり強化されてるんですけど、うん、ここからあのそのチューブを出してあのこっちかこういうところも通してですねそしてあの口元にチューブを持ってきてあの水分補給をするとそういう水筒を仕込める一応仕様になってるんですね、うんまあ、でも一応ノートパソコンなんかも入れられる感じですね一応こちら背面にはちゃんとあのなんだろうパッドが中に内蔵されてます、うん、はいそんなわけで特に込み入った作りもなくほっとしておりますよしではでは実際に装着してみましょうこういうたくさん入るリュックとか背負ってあのお店に遊びに来てくれる皆さんとかいますけど私生活で何入れてるんですかね本当に結構膨らんでるんですよ上着とかいっぱい詰め込むんですかね、うん、たくさん入りますもんね、うん、よいしょ昔この手のリュックを持っていた時は単純にまあね、こういったチェストベルトとかウエストベルトなんか外してましたけどねそんなに激しい動きももともとできないんでしないしよいしょではよいしょじゃんこんな仕込みもしてみましたまずウエストベルトをしっかりと留めますよしこれちゃんと自分用に調整しておきましたからじゃしてませんでしたけど、まあ、こんな感じですかね、はい、とっても密着してこう動いてもあの揺れない感じです、うん、だからもっとしっかりと体に密着させて使えばとってもいいんじゃないでしょうか、うん、意外とねこのなんていうんだろう上下の揺れというんですかねあれって意外とあの1日終わった時に疲れるんですよねだからなるべくこういうのを使うときはしっかりと体に密着させて揺れを防ぐとそういったあの処理方をするとより楽しいプロギアライフが送れると思いますでね、一つちょっと問題がありましてこちら彼はあのウエストがあの僕より30センチ低くてウエストがたった80センチしかないんですねかわいそうなんですそれであのベルトをちょっと最大限に縮めてみたんですけど結構ボヤボヤとなっちゃいますね、うん、この辺はちょっとね皆さんでちょっとご購入いただいた方ちょっと申し訳ないですけど自分でご自身でちょっとあの縮められるところを縮めるなどしてちょっとあのお裁縫でね、うん、ちょっとあの工夫していただきたいです、うん、どうせならねしっかり快適に使える仕様で使ってもらいたいじゃないですか、うん、かといってちょっとうちちょっと最高の技術だなんだってないので、うん、だから逆に考えるとこれウエスト120センチとか130センチとかそういう人でもいけちゃうんじゃないですかね、うん、そんな気がしました、ね、実に、まあ、こういうこと D リングもついてこういうところになんかこうぶら下げたりするんでしょうね、うん、はいそんなわけで、ロスコのモレー3デイアサルトバックパックアサルトパック、うん、こちら3色ありまして、下の方にリンク貼っておきますから、よかったらご検討いただけると幸いですどうもありがとうございました。